ある日、仕事帰りに、近所のパチンコ屋で、パチンコを打っていると、どこからか、女性のキャーという悲鳴が聞こえてきた。何事かと周りを見渡したが、悲鳴を上げたらしい女性の姿は見当たらない。周りの人たちもまるで気にしていないみたいなので、その日私は、聞き間違えたことにした。数日後、そのパチンコ屋で打っていると、また、 前回同様キャーと聞こえてきた。従業員や顔見知りのお客に聞いてみたけど、誰も悲鳴など聞いていないという、よく話す常連客にこのことを話すと、昔、ある母親が家に子供を置いて、パチンコに来ていて、パチンコ中に自宅が火事になって子供が消死し、その後母親もそれを国命を絶つ事件があったそうで、それ以外、思い当たるようなことがないので、 その悲鳴を上げているのは、その母親の幽霊ではないか。それを聞いた私は怖くなりましたが、そのパチンコ屋には、通い続けています。皆さんも、音に紛れて何か、聞いているかもしれませんよ。それではチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。その他の怖い話も、たくさんあるので、ぜひ聞いてみてください。